起きてますか？なぜ人の部屋でできるんだっていうのを聞いてるんだ俺は今。やっぱぶち壊した。なぜそれが人としてできるんだ。次こそは本当に俺のせいになるぞこれ。天使のせいだ。天使のせいだじゃねえ。封印だ、そのトイレ。ちょっとごめん、温度下げて。封印。トイレ壊れました？うん。どう壊れたんですか？詰まった？ねえ、臭いから本当に勘弁してくれ。閉めて、ちゃんと閉めて。ね、逃げるしかない。あと玄関も閉めて。逃げるように帰るしかない。捨てる以外はこっち。よし、OK。じゃあ、あとは。いろいろ進めててくださいって何をだるだ。何なんだ。ちょっと一瞬やろう。はーい。食べて出なかった。いつも見てんだ、これ。回転扉だ。マジで結構ギリだね、時間。虹着きましたね。香港感がまだ湧かないっすね。徐々に来る国が先進国になってますね。発展してる。結構ここはもう日本より発展してる場所の可能性ありますからね。違いない。まずこれ。うまい。甘いね。これ。蜂蜜です。うまっ。うん。うん。このココナッツミルクだけで500円近くしますわ。物価が。5時半。
ついに物価を追い抜かれた感ありますね。追い抜かれたぜ。ダナン、バンコク、香港の時で。日本の物価を落とされてる。はい。バス代4000円くらいする。いや、5000円、500円くらいした。500円くらい500円くらいです。電車だったらまあ8000円。日本と、日本よりちょっと高いくらいですね、多分相場的には。すごいね、バスが。この辺、香港の都センターみたいな感じです。やばいね、やばい。結構ビルが高くてビビるわ。全部日本でいうところのなんか銀座とか六本木みたいな感じだね、多分。まあそうっすね、なんか山手線みたいな感じで、はい、ベイ挟んだりしてはいはい、すごいわ。2個あってなんてじゃん、こっちにねえんだわ。本当だ、なんでだ。え、結構クレイジーな。いや、あと止まっちゃう可能性あるよね。あとはマジアリスマス。
が。あったマニラゲストハウス。プライベート、プライベート。奥だね。横じゃない？そこじゃない？ありました。ゲットハウスありました。ゲットハウスです。だいぶゲットに着きましたか。ゲットハウス You talking is number って言われたけど、どういう is a waiting list for me now. OK, I'll be there. You want to come inside? Yes, sure, yes. OK, come here. Yeah, yeah, like one each. A full room? Yeah, it's not so easy. So. ここに8000だぜ、でも1サバ。高くねえかって思ってしまう。物価が高いのか、そもそも。交渉するかです。交渉するかです。また降りて、ま、はい、結局待って、ここまで来た。そうですよね。なんか横にエレベーターないなと思って。意味不明なシステム。結構ここは意味不明なシステム多いですね。発展してるけど。発展しすぎたゆえ。残ってるオーナーまだ残ってるかもしれない。意味不明なオーナー。雨降ってきそうだな。それね。結構雨だるいな。六本木とかに狙ったら、こんくらい窮屈なんだろうなって感じですね。六本木とか新宿とか、そんな感じじゃないかね。この街は、はい、そこに多分全、そこの規模がめちゃくちゃ23回でかくなったら、こんな感じになるのかなってイメージですね。物価高すぎて、物価っていうか、家賃とかが。地価が高すぎる。仕方なし。うおひしめき合ってるのか、この湾の中に。はい。なんで香港はそんな発展したの。まあ、外貨資本、自由だからじゃない。自由だから制限がないから。確かに。その分こういう自然が生まれてるんですよ。港は結構いいもんな。うん、飯はうまいし、物とかなんかカルチャーも入ってきやすいし。福岡とかそうだね。はい、横浜の話。そうね、人んちの。多い産地かもしれない。ここに暮らすのか。今まで行ってたとこが家賃安すぎて。すごいな。そうまでしてここに住む人たち。小洋平の部屋で、孫君だよ。わお。わお。おめでとう。いや、俺のところもね、マジでこんな感じで、こんな感じでかい。でかい。これ、それね。トイレがシャワーってこと？トイレとシャワー一緒っていう、もう結構一番クレイジーな。クレイジー状態。やばいね。寝るためだけです。マジ寝るためのこれあれ？何？どういうスタイル？このシンゴスとキックスが一人ずつになったから900ちょい浮くってこと？よかね。初日はなんか広い部屋でベッド2つで、うん、で次の日はなんかシングルシングルで分かれるんだよね。でなんかとりあえず957支払わされて、後からディスカウントするよみたいな。あ、めんどくせえ。なんだみたいな。クソだるがれてる。こっちもだるい、こっちがだるい。どうしようか。エアコンもったいないんでどうしよう。大狭い部屋に引っ越してきましたね。だいぶな。これでしかも
結構パタヤに比べたらだいぶ、うん、パタヤの方がこれ安いわけでしょ、うん、すごいよ。まあでももうしょうがない、しょうがないし、しょうがない。ここの人の給料はそれぐらいなってことです。そういうことはい、マジ家がね狭いですよ。まあね、基本こっちがそもそも限られてるもんね。いいホテルマジで高いです。埋め立てましょう、ピンシー。埋め立てましょう。拡大させましょう、香港の土地を。ティッシュの力で。10時くらいじゃない？今までで一番高くて一番クソのホテルですね。それは香港です。ダナンが一番安くて、次にパタヤで。パタヤが一番良かったじゃないですか、うん、ホテルの3ビーム。そうそうそう。では次にあのバンコクシティホテル、うん、まあ2日の辛抱ですよ、ここも。まあまあまあ、どうせ寝るぐらいなんで。確かに。いかついね。香港は閉所恐怖症の人無理ですね。圧迫なんか密室無理な人は無理かもしれないですわ、香港。狭いわ、嫌いな人は。明らかに火事だったら終わるもんね。うん、ドンキホーテ状態、基本的に。お前はあれですか。結構東京に近いのかもね。確かに。発展してる感じだな。うん、発展したがいいね。生まれてしがらみ。でもなんか人になんか結構人が優しい、そうなりない、偉いんだけど。はいはいはい、うん、そう、なんかお兄さんそうぶつかってきて、あ、最初なんか何ぶつかってんだこらみたいな感じだったけど、白状見た瞬間になんかごめんごめんごめんみたいな。めっちゃこっちもらってきてめちゃめちゃ大丈夫かみたいな、ごめんごめんみたいな、優しいお兄さん。よく海外の人が多いからかもしれないです。来た。すごい。あの、あの別のマンションだわ。でも一望はできないですね。もうすぐ隣のマンションです。トイレびっしょびしょ。びっしょびしょだよ。なんかデミ。汚いっす。汚くはない。はいはい。びっしょびしょ。ぶられてますわ。こんなもんでしょ多分。まあね。香港はどこも。ちょっと郊外に離れてもよかったのかね、やつどるの。まあでもそれはそれ言う大変じゃない。確かに。もう根に戻るしかない、ここだけしかない。ここはもう間違いねえ。出かけはもうイエス。ここにいちゃダメだ、ここにいちゃダメだ、ここにいちゃダメだ、絶対に。お前がここはもう帰るだけ。寒いだよ寒いだよ寒いだよ。トイレ一回で靴下終わり。靴下終わり。あ、マジかよ、履き替えるのだるいな。洗濯はできねえぞ多分ここでも。ね、あ、でも洗濯はやってる感じじゃなかった。なんかやばい気しちゃうね、洗濯。確かに。しょしょしょ、もうすでにした。ここでシャワー浴びるは無理じゃない？メイキングするから待ってろじゃねえよ、ちゃんとしろ。ここでシャワーはちょっと無理かもしれない。靴下最後の最後でこれは結構ダメージでかいよ、疲れたもんって。最後だよ、だんだんと辛くなっていくわ俺。一番最初が楽園だった、ダナンが。間違いない、安くて、飯うまくて、どんどん飯が重くなってくる、油で。確かに疲労も蓄積されてくるしね。それね。ここでこれ、最後にこの仕打ち頑張るしかねえ。マジで香港2日の限界かもな、この宿だと。お前か、これで100じゃね、ディスカウント100じゃね。まあ、新宿でホテル取っちゃったって感じだな。それだね。まあいいや、行きましょうか。行きましょう。これと言ったら話すとなかなかないですね。普通思い出すもん。だんだんとさ、旅が進むにつれてさ、かっこよくなってくると結構やばいよね。ダナンが一番天国だったわ。確かに。別に一瞬辛いと思わせて、そう、実は一番天国だった。香港めっちゃいいと思わせて、あれみたいな。一番発展してるというか、一番きつい、きつい。より前進すればするほどサバイブするのが大変になってくる。バランスだよね。だってダナンというか普通になんか明日からでも合流できそうだもんね、社会に俺らも。
明日から知り合いと社会に合流できそうだもんだな。ちょっと仕事ここの仲間に入れてやっつったらもうダナンで働けるみたいな雰囲気ありましたよね。確かに野生じゃ頼むみたいな、頼むみたいな、結構厳しいっす。六本木とかでさ、ホテル泊まると高いじゃん。あれは多分もうでかい規模だったんだと思う。で街の中もなんか銀座とか六本木みたいな感じでした。なんか高級なものが多くて、うん、されてるとこはされてるのかな。なんか建物が古かったりしますね、こういう建物とか。なんか継ぎはぎのビルっていうか、雑居ビルみたいな、雑居ビルみたいなのが多いです。すごいクーロンとかめっちゃ多くて、うんうん、クーロン城とかそれもまた新宿みたいな、ね、うん、確かにそうです。新宿感を保つ、確かに栄えてるけど雑居ビルがオールドスクールというか、ちょっとカオスな部分もありつつ、チャイニーズマフィアがいそうな雰囲気ですね。てか飯どうするかっすよね。確かに結構宿題で持ってかれたんですよ。それね、現金を。ローカルだったら全然。ローカルで行こう、安く。で、そうですけど。忘れましたと思った感じか。エントリー費っていくらだっけ、あれとか。450香港ドルとかって気がするんです。オッケー。日本円で4000円とか。あれ、いくらだっけ ?250 香港ドルか。で、日本で4000円とか。そんなもんだったんで。そんなもんです。そこだけ重視していこうか。いや、これ結構想像以上に最後の最後で。ダナン戻りたくなってるわ。ダナンにもうちょっと長く行っても、ダナンとかバンコクにもうちょっと長く行ってもよかったのかもね。確かに。バンコク全然観光できなかった。バンコクまだ1週間ぐらいいたいもんな。バンコクに住みたいもんな、普通に。確かに、ね。バンコクめっちゃ良かったですよね。でもバンコクでもっと本当に買い物できたはずなんですよ。まあね。いろんなお店とかあったけど、行けなかったですよね。確かに。優先順位がいろいろあるので、うん、行きますか。検査編行ってますよ、逆に。確かに俺はもう準備できた。ほら確かに見せてよ。ん、あらあら、いいとこじゃない。え、トイレ綺麗じゃね。マジかよ。え、谷さん家のトイレ綺麗ですよ、めっちゃ床全然濡れてない。いいね。もううちらもびしょびしょだぞ。うちらもトイレ使えねえぞ、びしょびしょで。俺もクッション、クッションだぜ。プレスインサイド、ショーヨーロンキャンラー。イエー。なんて、鍵の閉め方を分かりにした。ああ、結構これ難しいよ、鍵閉めるの。なんか暗すぎて見えつかない。ついてます。たら明かりが弱いです。ついてそれなの。あれだなぁ、宿の映像ちゃんと撮っとけばよかったなぁ。パタヤとか、うん、バンコクとか結構いいとこだったな。これはジャパンマネーの限界です。はい、だけですよね。香港で着きました。香港では通じません。はい、バンコクでジャパンマネーが通じるの。いや、バンコクもギリ通じてなかったけどね。ギリ普通だったんだ。普通だった。普通でした。ギリ普通。何がティッシュの部屋、トイレが綺麗だった。ティッシュの部屋トイレ綺麗だけど暗い。暗い。ああ、電球が綺麗。ディムつってました。そう。ディム。上の銀座の割りとこ取り。高くて狭い。徐々に都会になっていくのおもろいね。ダナン、パタヤ、あれか、バンコク、香港か。でも来るよ。エレベーターで何人しか乗れない割に。前で待つ。で、階段で行くか。あっちだと階段行けるよね。そうそう、階段で行くか。ローゲロ。ゲット。駐車台とか。開けやすかと思ったわ。汚すぎ。なんか森子さんの前の家を思い出すわ、この床。はい、これは3階か。3階か。
ってしまったか分かんねえ。複雑だねこれ。どうやって立つんだろうこれ。これ一気に立つのかなこれ。やばくない？絶対増築だよね多分。バイオハザード見て出れないっていう。これとかマジで1階だ。脱出ゲームすぎ。こっちです。ナイス、行きましょう。肩捕まってください。いい感じっすわ。でも結構わかんねえけど、でも いると思います。多分最近結構これは勢いありますね。完全に都会だね。チンタオいいね。はい。大学日本と一緒ですね。ビザ入ってビザかわかんないよ、そもそもちょっとしかねえだろ、大体カードでって言ってんだからよ。チュー、チュー、チュー、お疲れ様です。それパッケージ見せてください、こっち。ナイス、コントラスト弱めです。チンタオ視覚障害者が見にくいジャケット。結構さっぱりだわ、ほんと。一口くださいよ、こっちに。あと肩にすげえ水落ちてきて、なんか雨、何これ。確かに飲みやすいわ、めっちゃ。肩にすげえ水をしてきた。めっちゃ飲みやすいですね。なんか渋谷の東急ある方あるじゃないですか。あそこら辺とかと変わんないさ、マジで。歩いてる感覚。ただすーげえ。上から水垂れてくるじゃないですか、うん、あれ多分エアコンの室外機です。汚ねっす。壁にバーッついてて、エアコンの室外機が。これ右がチリソースかな。ぽいそれにつけるんだ。
前の多分マスタードで後ろ側がチリ、まあスイートチリ。じゃあ豚いってみます。これかも。はい。うまいっすか？ビールの当てにはマスタード。うまいっすか？めちゃめちゃテイクアウトして練習した。ナイス。うん、すごい。Thank you。でかいね。路中用のなんかスペースみたいなあるよね、多分くぼみっていうか。香港に留学に来たんだけど。選べたんですよ。はいはい。韓国の大学か、はいはい、香港の大学かどっかの大学。はいはいはい。でまあなんかなんとなく。おもろい街ですね、なんか公園があってみたいな。うん、湿気はすごい。一番湿気すごくないなんだろう、今までで。ほぼなんか飽和してるもん、うん、やっぱ港系が、うん、なんかビーチとか港が近いと湿気がすごいですね。謎の鳥がいますね。怖いですね。展示ブロックがある。確かに発展してる、整備がされてるって感じですね。歴史深そうですよね、ここら辺は。なんか香港は結構歴史の深さも結構桁違いじゃない、香港は。多分中国4000年パタヤの部屋だったら自慢げに覚えたのか。プールがあります。プールがあります。公園の中に。しかも下にも結構あるんですよ。なんか一大施設って感じです。ビルがでけ。何階建てなのこれは。うわ、いいね。てか俺らの泊まってるマンションもさ、十何階まであるけどさ、全然近いとか感じなくない？すごくない？じゃ高いビルって何階建てなんだよ、この100とかかな。200ぐらいじゃない。デフォで15階とかあるってことでしょ、だってあれ、うん、あれが多分普通の低さってことは、うん、やばいよね。あれこそマジ200とかじゃない。建設中っすよ。あれ作ってる途中なんだ。あれ作ってんのこれ、一番高いやつ。確かにここら辺高いよね、絶対。ヨーロッパの先行くと、公園続きと、マーケットの方に。なんかあれ、南大泉を思い出すわ。あの、公園の大泉の駅前。大泉の駅前。バンが食った時の後の、あの2階のね。あの 駅のロータリーの上に登って、あのスタバとかあって、その感覚のベンチ調べてます。ここの地区はなんていう地区になるのか。クーロン地区。クーロンか。そうだ、クーロン。いやでもそっからまずサードしてる、こっちは。そう、結構なあれですね。そう、いいホテルまだマシとか、どう考えてもあのダナンの4人部屋の方がマシはマシ。あれが結構神環境だったわって思うレベル、もはや。あれで不便に思ったことない、実際。ちゃんと寝れた。ね、そう、あれで2000円でしょ ?2000 円。3日で。こっち2日でも1万6000円とか取られてる。
であれ8倍であれね、面白いですねなんかいろんなのを経験してる気がするっすね確かになぁ差を感じますよ、ね、確かに徐々にね、発展してるんだけどねダナン、パタヤ、バンコク、香港全部徐々に近代化してるけどダナンがとパタヤが良かったなって思っちゃいますよね、結局てか街が忙しくないよね、うん、だってこうやって東京で過ごしてるの変わんねえんだもん昔みたいにもうちょっとねジャパンマネーが強ければそうっすねそれは今となっては安いとこじゃないと暴れらんね暴れらんなくなっちゃうダナンぐらいでしか暴れらんないダナンダナン少しずつ暴れられる国が減ってきてねコパンコパンうわ夏コパン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 ちょっと食ってて1日いっぱい小さいけれどパパンパパン小さくとって一時期生まれノーベルゲーム10時まで結構やってるすごかえでもなんかすげえなんかあれだわ漢字だからやっぱ読みやわかるねわかるわ出口とかもわかるわ漢字だと両方でかいっす、うん、漢字と両方でかい確かに全部垢抜けてるここ香港は街全体が垢抜けてますわこれじゃねなんか近代化のベースがヨーロッパって感じでさ、街の作りとかも。だいぶ発展してますわ、これは。あれ。確かにベトナムが異常に安かったわ。あ、すごいね。なんかゲーセンとかあるんで感じですね。池袋みたいなんかそうね、
まあ。おもろ。セットショット気がする。いや。めっちゃ水滴ってきますね、これ。そう、結構水落ちてくる。多分あの室外機の水が落ちてきてる。すごいね、この街は。マンションだらけ。マジでコンクリートジャングルだわ。なんか東京以上に東京してるわ。なんか、なんか外国人が思う東京って香港なんだろうなって思うイメージ。なんか映画とかさ、アニメとかに使われるような。この中にあんだけ部屋が詰まってるって考えてすごいっすね。火事とか来たらやばいよな。結構兵士を恐怖する人、この街おしまいだよね。すげえマンションでけえ。建物が見上げないと上が見えねえ、マジで。スイーツ屋さんみたいなのかな。いいね。てかあれだわ、映画でよく見る竹のさ、足場だわ。竹だわ。これ竹使ってないか、仕事してる。あの足場が竹ないよ、工事の。
怖くない？それ初めてなんかジャッキーの映画とかで見るやつだなと思って。はいはいはい。あれ今そこにあるんだよ。初めて見たと思って。香港のコミックスターこれ、うん、コミックスターなんかすげえいっぱいこっちにもあるよ。でかっ、これとか可愛いですよ。可愛い、変なキャラがいっぱい、うん、うわー俺こいつが一番好きかも。キーシキャラ、うん、かわいい。これ T シキャラクター？これ、はい、T シのキャラクターです。やぁナイス。やぁやぁ好き。ほらで、それは送って、こう絶妙にみんな見たことないけどなんかわかるよってキャラばっかだね。早くね。早っ早くね。早っ。早くない？早っ。あ、いえ。こんぐらい早い方がいいかな。ポルタの声優の異常なの遅いで疲れたっけ。あれ遅すぎる。お願いしよう。こうやって買うんだ。すごい。驚いくらのチケット？大トロスルステーキ。あとだ、この砲台山ってとこ。はいはい。相変わらず速いっすわ。速い。かっこいいでしょ、切符が。確かに、切符がもうあれっすね、スイカみたいになってます。かっこいい。海外の電車乗るのいいな。なんか東京の地下鉄みたいですわ。すごいね、これ一着知らない、これ知らない、すげえ、これいいっすね。このプリンスエドワード、大使、プリンスエドワードの大使。あ、本当だわ、大使だな。こういうのに徹底的にするっていうのは、上のやつがスプリングになってるやつだ。いい感じ、広々してていい感じ、いい感じです。前が一番広いかも。真ん中に鉄のポールみたいなのありますよ。ポールダンスしよう。Thank you.
っちゃ発達してんな、駅中。すごいね。でかっ、駅が。好きな色だけで解決できるのはあるかもしれない。すごいね、これ。すごいね。请小心列车与月台之间的空隙。Please mind the gap between the train and the platform. あ、もうあれか、ホームか。めっちゃ便利だね。すごくない？そのまま歩いただけでもう乗り換えできちゃうんだ。乗り換えられた。一回も階段上がったな。あれ階段降りたぞ。いや降りてないです、そのまま。ないよね。ないです。超バリアフリー仕様。なんか注意書きにフリーズマインドザギャップ使います。連結スペースが広いわ、確かに。なんか電車が全体的に広く感じますね。なんかいい感じですね。上です。天井は低めです。確かに天井低い。ランプしたら当たりますね。高台山というところでおります。中国のお風呂に行ってきます。壁の色で変わってんだ。こんだけ大体違いです、うん、確かに色が分かりやすいわ。すげえ。フォートレスキュー。日本は何電車の色は大変違う。すげえ、あっち側にも電車来てるわ。早速なくしております。どこにしまったか分かんないですか。なくなっちゃったよ。一回泊まって探しますか。じゃあなくなっちゃったよ。これなかったらないでしょ。ないよ。一回泊まりましょう。なくなっちゃったよ。やっちまったよ。あれ本当にないよ。ポッケは本当にないよ。何やってるの。おっちゃん何やってるの。シンプルなくし。シンプルになくしたかもしれない。シンプルになくしたわ。オッケー、よしかねえもん。みんなでチケット見せて、一応同じの買ったんですって言った方がいいかも。Get lost. Sorry. Get lost. I lost tickets. Thank you. Thank you. 入れんのかな、これに。あ、入った。ハイテク。オイルストリートとポートレスメトロパーク。オーマイガー。オイルスチール。オイルストリート。何が売ってるの。何があるオイルストリートに。早いな。早いね。いや、早いのよね。早いわ。速度がね、伝わらねえよ。でも動画で。早いわ、マジで早い。
またエニタイムフィットネスありますわ。え？エニタイムフィットネスあります。マックはどこにでもありますね、世界の。マック？はい。これ？これです。ええ。世界共通ですわ。どこにでも。はい。で、こういうところとか公園のベンチとかで座ってましたね。寝てましたね。あの宿でさ、あの値段だよ。一泊8000円だよ。それは生まれる。それは生まれるわ、確かに。これ寝る人が。いや、なるしかない。どう考えてもしょうがない、うん、これは。ここで寝るしかないもんね、そんなに。で、日本とそんな給料してて変わんないでしょ、それで。うん。で、多分、あとそれかもう、違うところに行ってるんでしょうね、ここの都市がない場所。確かにそうだよ。うん、絶対ここには入れないってなる。うん。ここって陸続きで行けないですね。そう。全部橋を渡るんだっけ。ああ、そうか。ここから抜け出すのも大変。そういうことそうか、ね、橋を渡んなきゃいけない。実際きついと思いますよ、普通に。でもこれほら指導、うん、シャワーとかも浴びるのでさ、一苦労じゃないですか。我々です。あれ結構そんなやばかったですね。あそこでシャワー浴びれなくない？浴びれない、あそこではシャワー。いやだからやっぱ来てよかったのかな。でも今回のところなんか6時まで入れたりするんで、割と寝れるでしょ。え？寝れるでしょ。でも寝れるでしょ、そこでワンちゃんと。そこより安眠できるけど、ワンちゃんしてるけど大丈夫かな。じゃあそこ泊まるでもよかったかもね。あと取らないで。なんかこういう街だとあんまりよく分かってなかった。やっぱ宿をここのスパの近くに取るレベルだったのかもしれない。確かに。わざわざあんな一等地に取っちゃったから。無駄にね。まあまあまあ。まあそれも一興。これもおもろい一興ですね。それ会場近くだから。確かにな。いや会場近くいなかったんで、ホテルがもう。あ、そうそうそう。あそこしかないんで、ホテルがね、実際。スパです。行きましょう。何それ？ベリー系のシェイクです。うまい。ナイス。レッツゴー。あ、ベリーなかなか珍しい。うまい。日本のマック。やばいっすよね。すごいよね、ミスが。ギュッギュッ。日本帰るのめっちゃホームレスやろかなって。あ、超階段めちゃめちゃ階段鬼みたいな階段の可能性でもいいですか。どうしようこっちにやってる。これあ無理ですわ。もうあるね、これ。ある。全然違うと思う。ある。スパっぽくないもんね。スパっぽくないもんね。オッケー、戻ろう。一回したい。オーマイガーシ。オッケー。自分に運動しなきゃ。オッケー。なん、じゃあ怖い。運動になってる可能性ある。確かに。運動不足ね。オッケー。じゃあ怖いって何？いや来てるよ。あの看板の真下でしたよね。そう。いやそうなの。
森さん、この道の名前ちなみにキングスロードらしいです。キングスロード、はい、何だこれ。これ階段歩幅狭め、マジで。あっちやね。ここじゃねえかな。全然ありました。無駄に歩いただけ。さっぱりしましたね。ありがとうございました。だいぶさっぱりしたわ。やっぱこんないい風呂と思わなかったさ。大回復、大サウナ。あとはこれで持って寝ればもう大回復。車もヤクルト乗せてきた。ナイス。乳製品 NG じゃなかったでしたっけ。乳製品腹下す感じじゃなかったでしたっけ。あ、割と合わないけど、ヤクルトって乳製品だっけ。バス停、歌舞伎町って書いてあるよ、これ。うわ、すっきりした。結局風呂やばいわ。あれ、なんか久々のちゃんとしたシャワーと湯船って感じでしたね。だいぶ回復したわ、これ。障害者の街。はい。これ。そうですね。バス停もこれ待ってくださいってこと。はい。おもろ。いいですね。ちゃんと駐車場だけじゃなくて、こういうところにも。わざわざ立ち上ありますと。優しい。やっぱ発展してる国ほどいいですね。配慮は。ダイソーあるわ。そう。How much?結局こっちは小銭が必要だね。タッチのあれがあるんだ。確かあれがあればめっちゃ便利だね。日本とマジ似てるなシステムが。確かに。本当はバスも電車もくれたほうが違うじゃん。雪印ですね。え、雪印って書いてある。これ、はい、これ何、毎日恵まれた骨。そういうことか。マジ漢字の力ってすごいな。一撃で分かるですね、意味が。全部覚えた感じがわからない。結構読み上げるとさ、漢字わかんないじゃん。確かに。楽しんでですね。バスが急ですね。バスもあのエスカレーターも急です。クイック降りるときグッってなる。2時でこのバスの混み具合はおもろいですね。すごい色でした。結構いい街ですわ。いい街なのかもしれない、ね、結構みんな終電とか夜更かしなのかもしれない。シリア1時のバスの混み具合、日本のなんか80時くらいの20時くらいのバスの混み具合ですよね。一
ちゃん混む時みたいな。おもろいですね、バスが2時まであんな満員なんて、ね、ほぼ満車。我々はほっとくとやっぱみんな黒くなっちゃう、黒くなりますね。確かに黒くなりがち。あ、ここめっちゃいいホテルだな、きっと。ほんと高いんじゃないですか。ここのホテルは高いよ、きっと。10万、タコとか10万くらいしますよ、多分一泊。ちょっとだけ額を貸してほしい、普通に。3畳分ぐらい貸してほしい。普通にあのエントランスの余計なスペースを。ちょいちょいやっぱりなんかヨーロッパ感ありますわ、はい、英語だし日常会話もなんかおもろい国です、ここ国で場所ですわ。竹だ、竹ありますよ、竹。竹？これ竹です。竹？はい。あんな、なんであれ、あの足場になってます、工事現場の。はいはいはい。鉄骨の代わりに竹使ってますね、ここは。そう。いや、でも頑丈なんじゃないですか、なんかこんだけ使ってるってこと見ると。まあね。なんか床のこの書いてあるのなんかおしゃれだっけ。ドックレフト。いい感じですね。ネーサンロード。あ、ありがとうございます。3、とりあえず香港やられてます。いや疲れた。香港は疲れますね、はい、でもめっちゃいい風呂ありましたね。確かに風呂は良かった、めっちゃ。ただあれがめっちゃ4000くらい取れましたからね、うん、あれが日本だったら普通に毎日できることですもんね。間違いない。あ、風呂は贅沢なんですね、世界では。間違いないね。水をやたら使いますからね、はい。めっちゃセレブリティな施設になってましたね、スパが。確かに。ここでは。そうだよな。ここでも十分水は豊かな方だもんな、この国は。うん。それでも。面白い街ですね。うん。水が豊かなとこ大体発展してるしな。それね。水は大事だよね。めっちゃヤクルト飲みますね。ああ。これは結構最高なのかもしれない、ヤクルトが。ヤクルト1本いただいていいですか。どうぞどうぞ。これが一番回復してるのかな。寝ようも。うん。明日のバトルなんで。おお。つないで寝ましょう。寝ましょうも。香港初日以上です。ありがとうございました。ああ。
持ってきてた。うん。ああ。玄関？うん。ああ。今借りてきた。玄関ないからもう。あ、でも充電、俺のあのモバイルバッテリー充電してますけど、そこだけ充電しとけば大丈夫かなみたいな、最悪、うん、モバイルバッテリー充電が結構バックが切れたんで、じゃあちょっと、食うっすか、食いましょう。どっち食います？ブラウニー行きましょう。大丈夫そうなら大丈夫だぞ。生きてる。やってますか。彼は生きています。うん、何？なんか言った？なんか言ってくれてました。あ、すみません。欲しいです。うん？行きましょう。うん？トニさんは？トニさんはなんか元気にしてる。CL バック終わっていくのでじゃあ5分で準備します。はい、します。顔死んでるな、おもろいな。いきますよ。さめじゃあコンビニ寄りたいわ。おう、いや朝なんだか昼なんだかわかんねえな、ここは。ビルとビルの間にゴミっぽい。すごいカルチャー。出たそのパターン、わかるわ。誰だこんな早く。10時っていう、もう昼過ぎ。これが15ドルです。15ドル、香港ドルです。20。かっこいいっすよね。かっこいい、見た目。お茶なってる、20が。本当だ。あ、ヤムチャか。ヤムチャです。バトル行きます、今から。ピース。頑張ります。ピース。韓国語。韓国語。めっちゃでかくないですか、ちょっとサイズが。でかい。日本の伝わりやすいよ。ちょっと大きいです。ナイス。せっかく崩したかったのに、ありがとうございます。あ、いいよ。
そうだね。これが16ぐらい4年半。今、PC に入れちゃった。結構人いっぱいいるわ。交流。実際出せるね。あれ出口がある。こっちです。はい。海外っぽい。これですわ。来ました。まあ日本とでもあれだけど、東京と比較すればまあ、ああ確かに。だいぶ集中してるね。でも集中してる。すごいね。基本的になってもあれだもん、ほぼなんかそのタワマンだもん。 見える景色がタワマンしかないっす、この辺は。はいはい。
ビートが聞こえます。着いた。こっちが聞こえる。すみません。もうすぐだよみたいな言ってくれたから、あっちも最初くれてね。
ね、最初の最初、傭兵とか森子さんのあれ結構やばかったから、多分、MC も多分伝わってなかったと思う。みんなルールを把握してないから、だから2回抜きだから、これ4人ずつの方がいいわってやって、4人ずつに変わった。圧倒的にあのリアルタイムで修正してた。MC もあの韓国だから、てかジャッジもあれで分かりにくいよ。MC が結構苦戦化してた、意外と。俺も結構分かる。なんか雨降ったんだ。なんか、分かんねえわ、ここ。なんかもう、あ、なんかね、お土産屋さんみたいな、ちょっとアートギャラリー。そうだね。なんかなんて言ったんだろうな。なんか、いい感じのお店ばっかり。そうだね。いい感じになんか食べる。ちょっと茶はそこにあったりしたり、スムージーが。カルチャー系って感じ。コーヒーとか。ストリートフード食いて。行きましょうって思った。ちょっと入りましょう。わお、うまそう。ドリアンのコーヒーとか。やばいっすね。ドリアンのコーヒーって書いてあるね。注意って書いてある。注意とかあるかな。すごいね。すごい。急になんか個室もらわれて、雑貨屋がいっぱいあるみたいな。かわいい。かわいい。かわいい。おしゃれだ。何やってる？どうしますか？俺も行ったらまあ出店通貨、展示みたいな感じ。エスプレッソソソソソトニック。エスプレッソソソソソトニック。おしゃれだね。おしゃれた人も多いね。これやるしかねえ。それで10万ぐらい。まあ、空港に飛行機乗る前さ、残った現金全部引っ込むみたいで。あれじゃ、あのマカオってさ、空港近いでしたの。近いです。明日の朝早く起きてマカオ行って。逆にできる。それできる。戻れる夜に。結構さ、またさ空港の前通って戻ってたわけでしょ、こっち。どうなん、確かにそうか。それはあるっす。だったらさ、早めにチェックアウトしてさ、早めにマカオ行った方がね、20時間で、そこでもう全部バーってやって、そのまま空港って帰るのが一番いいけど。あー、なるほど。身軽で行けるの、確かに行こうと思えば行ける。夜とかに出発して、そうそうそう、楽しんでみたいな。あー、なるほどね。で、全額ベッド返済には全額かけてもらって。ちょっとおもろいよね。ヘイバック、15万ぐらい買ったらえば元取れますから。ヘイバックおじさん、まず初手で1万円を赤黒でどっちかにかける。ナイス。初手でそれで外れたらおもろいけど、おしまい。いや、そしたら2万にする。いや、そしたら1万プラスする、さすがに。でもそれでまず2万円にして、その1万でまずいろいろこう増えさせないと。それ一番おしまいになりそうなパターンですよね。そうだよ。全額もう初手で座ってレッド。もう何も考えてた。最初の 2,3 回で絶対にどっちかで当てな、勝たないと。勝たないとやばい。どれかと違う方にかければいい。同じ箱で、同じとこで。どっちかだけが生き残って。完全に死ぬ。もうね、恨みっこあったぞ。いい感じっすわ。いいよ、いいよ。お土産にちょうどいいんじゃないですか。お土産にもなるし、実用的だし。ありっちゃあり。これ緑は？緑の方がいいかな。あのミントグリーンみたいな。つけてみます。これ緑のやつがグリーンルームの。いい感じです。結構いい感じです。ミントグリーンみたいな。
すごいねこれ。ちょっと雨降ってるわ。すごいね。ここの窓が1分だけ待ってくれ。ありがとう。確かにバスとかすげえ発達してるわ。電車とか山本さん覚えてるけど、はい、そのシャトルバスが出る場所に行って、はい、そこ行っていい、はい、あーなるほど。何やんのこれってなる。めちゃ高いし、めちゃくちゃ部屋数が多い。なんかあるな。わあすごいね。おまた、じゃあやってみよう。ショッピングモールみたいな。はいはいはい。あっち行ってみよう。行ってみよう。なんでだ。めっちゃパクチーの匂いする。マラ系だ、確かに。辛そう。うまそう。それは、うん、ピータンっていうの。ピータン。台風チキンと。有吃的吗？Beef, pork, cheese, congee, or the. What was it? Yes. 猪皇啊，猪 pork. Yes. The white. 上が鸡肉で、下がまあなんか肉、肉。ああ、なるほど。豚と魚。日本寿司みたいな感じ。魚のナルトカリ。魚5分。Yes, okay. Do you have any, You want to eat congee? Yes, yes. Okay. Anything with, the shellfish? Shellfish. Like pao, not pao, but... One people eat, okay. Hmm? One people eat, okay. Are you want a bit... Wow. Sorry. Hot すぎ? Hot? Hey. Ah, but it's good.うん、あ、湯だとすぐ腹減る。絶対腹にいい。腹いいけどね。めちゃめちゃ熱そう。めちゃめちゃ熱い。作りがくださいうちなんか締めとか見るとか。はい。カモが作るかもしれない。あ、血固めたやつか。はいはいはい。リーダンがいる。リーダンがいる。何？これ1年かな。
いただきます。ピータン入ってる、危ない。と、まあ、ピタか牛肉、これ多分チキンだわ。ピータンがいい、初めて食う。ナイス。あ、うまっ。これは大丈夫。しょっぱい、しょっぱいお肉って感じ。カモの尻尾入ってる。うん、確かに。あ、それもカモの。トリコさん、そういやタイとかベトナムでもそれ残してましたよね。あ、マジで。カモって感じ、血の塊残してました。あ、タイで残してましたね。はいはいはい。ちょっと怖いよ、あんま日本人血使わないよ。この豚肉の塩味なんなの、すげえ。何だろう、ピータン高級とうめえわ普通に。チャーシューみたいになってるから。初めて調理されたピータン食ったかも。調理って料理に入ったピータン、うまいわ。ピーシカモの血食ってみる。いや、ピーシカモの血は出た。森子さんで食ってみる。だいたい食後、ほぼ両部屋は全然食える。いいね、ピーターうまいっすわ、マジで。いいね、ピーターうまい。ちょっと気になってたのが、あいにくの雨でございますね。結構雨のあれが追い込みから、追い込み。昨日の日とかよかった。最後さ、終わり頃もうなんか何も面白い。会話で一応あまりしないで放置しまう。あんまりだけはやってくれるからさ、助かるわ。疲れるのし。
ビルビザードがうますぎてビビりましたわ。バンバンが吸ってる。うまかったっすね。これね、レベル高い。スキルがみんなうまい。すごい。まあ、神社のショーケースとビルビザード見れて、満足です、私は。いいですね。はい、うまかったね、彼は。どうもさ。いや、ビルビザードのうまさよ。ダントツ。バケルの方いい。OK。この信号の音は結構毎回ビビりますよ、ね、変な音だよね、どれも、うん、だから変な音してんじゃない、ちょっとなんか分かりやすいように、ここはこれ違うし、共通じゃない、うん、でも分かりやすいんだよさ、こっちの人からしたらなんか、はいはい、あの生活音に紛れないから、まあ、か音となったら結構このソーリーなんかね、横断歩道の今黄色なんですよ、黄色いラインで、黒字に黄色ラインになってます、道路のあれに。負けたら別にマカオ歩けば歩いて観光するわけない。そうそうそう。っていうプラン。マカオで飯食うのもありっすね。ありだよね、全然。ワンタンとエクタンと。結構めっちゃいっぱいです。で、2万とか買ったら、例えば、じゃあもう1万は、ね、もうこれはもう確保して、もう1万、その利益分の1万だけで、もうすぐ掛けまくるみたいな。そういうやり方もある。その、確認。その15万買った場合、10万だけ確認して5万をフルでカジノでもう、はい、あのその数かけまくるみたいな、そういうやり方をワインの友達がやる、はい、ギャンブル、そう、本当にもう大きい金をかけて、ただもうその利益分でちょっとこうかけまくっていくみたいな。どんくらいかけんの？まあ最初は1万ぐらい、最初に俺は5、6000をもう赤黒のどちらかで使って2倍にする。そう。で、そっからそれで負けたら次は4000円を全額ベット。で、消えたら1万増やす。そして、まあちょっとそんなこと日和るかもしれないけど、2000とか1000とか。いや実際いけそうだよね。で、ちょこ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 食べる。最悪その元手分だけさ、確保しちゃえばさ、負けることはないわけでしょ。あ、元手分を確保しちゃえば負けることはない、もちろん。まあでもその元手分ぐらいのレベルを稼がないで正しいならないこと、はい、例えば1万分資分で2万円買ったら、まあ、1万円だけとか、そういう感じ。5000、4000の隔離とかはないから。なんかさ、一回ってはね、なんかその大使のしこ待ちみたいな時間、あの大使のしこ待ちはね、あるよ、ね、そう、バンコクで一回あった、多分大使のしこ待ちは、バンコクでしこ待ちが2回ぐらいあった。
嘘でしょ、鹿八そんなことあります？すごいよね、なんかもうあのギャンブルみたいな。確かに男の子男性パタヤの情熱すごかったもんね、マジで。パタヤの情熱圧倒的なパタヤの情熱、ちゃんと一番楽しんでる、一番充実させてる。これ似合うなんとさ、まあ、実際遊べそうじゃない？もう金がなけりゃ泊まるなって話ですよ、そら。まあ散歩しましょうよ、金なかったら。なんかマッコをプラプラしてさ、観光すればいいんだよ。でも今から行ったらもう出て帰ってくることはほぼ。中尾から空港に行くわけか。うん、だって実際こっち戻ってきてからまたすぐ空港行くわけじゃないですか。無駄な時間。だそれだけ往復で多分1時間1時間くらいかかるから。確かに。つくす早起きして、そう、県電ルートは始発ぐらいでマカオ行って、うんうんうん、ギリギリまでマカオを楽しんで、そこから空港に行く、うん、もうあり。フェリーは何時、終電はフェリーは何時なの？フェリー12時とかで何時着？2時とか3時、まあ1時間ぐらい、1時間ちょいとかで、うんはい、まあ、バスも大体そんな感じです。結構遅くまでやってるけど、朝早くもやってる、うん、朝5時ぐらいもやってるしょ、多分。バスは5時、2時ぐらいまで。え、香港でさ、まだ見てない観光地でさ、もう今から行けるとこってどこがあるの？それ次第じゃない？それがあればここに残って朝行けばいいし、うん、なんかもう香港で見る場所がないってなったら、もうマカオに行ってマカオでなんか見る場所を探して歩けば、なんか最悪負けた場合はそこ歩いて観光すればいいしみたいな、うん、思っちゃうんだよね、俺は。3時から空港まで、うん、5時の飛行機。フェリーとかポートで一応休めるっちゃ休めます。そのけど、うん、はいはいはい。バッパースタイルで行けばまあ。うん、でぶっちゃけさ、バッパーオーライ。このくらいの宿をまた1万円近くかけて借りるくらいでさ、しかも結構チェックイン時間かかるからさ、うん、だったらそこでちょっとカフェとかでさ、ちょっとマックとか、そう、仮眠取ってさ、うん、空港向かうくらいがちょうどいいって思っちゃうな、ぶっちゃけ。じゃあマック夜スタイルで行きますか。うん、そう。じゃあ荷物全部持っていくスタイルで。しかなくない？オーケー、行くならマコに。じゃあそうしましょうか。陽平逆に大丈夫ですか？俺別に何でも、あ、俺もあ、その場合じゃあ、まあ、今チェックアウトするか、か、そう、陽平に鍵を託すかの二択になるの。そうすると、でも戻ってくる気はないな。チェックアウトしちゃってもいいんじゃないかな。ムーブスタイル。プルングにしてると俺が。確かに。その発想が。大金無駄遣い。大富豪。確かにそうだよな。いや全然いいと思う。いい、仕方ないです、うん、無計画、無計画すぎて、確かにそうだよな。無計画なのに移動が多いからもうその辺はお任せしますって、うん、俺決めるけどね、どういうか。って言ってもな、でもって言ってもキャニさんがギャンブルしたいっていうのがあるから、別に俺はマジどっちでもいいんだよ。俺もなんかとりあえず俺もなんか見てみたいなぐらい。いや、なんかキャニさんの熱意に押されてるって感じ。うん、パタヤ状態。あ、なんかそこまで生きてんだったら別に拒否る理由ねえよみたいな。あ、まあまあまあ。好きにしなみたいな。そんな絶対勝つって言ってんじゃない。そう。そんな そう。いや、勝ってくれって感じ、むしろ。そんだけ言うんじゃん。純粋に応援してますって感じ、普通に。なんか、キャニさんがかますところ見てみてし、なんか落ちるところも見てみてし、どっちでもおもろいかなみたいな。落ちたら本当に落ちるぞ俺。あ、そうそう、勝っても負けても大丈夫ね。大丈夫、みんなでそれをなんか楽しんでエンタメとして見てるわ。で実際勝ちそうな動画撮れないです。あ、してしてして音声、まあ俺らは俺らでなんかついてってとかなんかやれそうなやつあったらやってとか。もしさ別に、まあ俺らが周りで見てればできそうです。うん、うん、多分強いと思う。ものによるけど、そのあのルーレットとかだったらいけるし、確かに。パチンコみたいなやつとかでもよくわかんない、はい、ブラックジャックとそれ系のゲーム系を、うん、把握をしなきゃいけないです、カードを、うん、まあ、ブラックジャック本気出さないといけないけど、ね、本気出す必要ある、頭使う必要あるからめんどくせえ。あとあんまりなんかそれ他人数系のさゲームは良くないっていうよね、ギャンブルするんで。あのゲームマスターと、そうゲームマスターと 1on1 で戦えるやつじゃないとやっぱり勝ち越すの難しいってよく聞きます、ギャンブルで。やっぱそう、その不確定要素がだったらルーレット一発だけだと思うよ。だと思います俺も。1万とかパーンってやって赤黒でもうそれで終わりにすると思った、うんうん、運だねし、手になる。確かに。
ちなみに本当に現金がもう残り2万しかなかったんで、はいはい、もう全換金してワンチャン帰れないワンチャン帰れなくはワンチャン帰れないなフェリー200、200だよね最低そこだけ確保しとかないといけないです、まあ、まだクレジット使うんじゃないのフェリーえフェリー使えるでしょ多分でバスがちょっと悩みです、うん、オッケーオッケーそこは大丈夫でも空港行くんだなんでさところに行こうとしてるのマカオのそこまでは特に見てなかったけど、はいはいはい、例えばリスボははいはいはい株のリスボはいいねバスで帰りだったらまあまあやっていくけどまあ、どっから本から40ドルかフェリー乗ってみたいなそう、まあ、フェリー乗ったらこっからのこ向こう側の湾岸沿いに乗りかかるんで、はいはい、そこちょうど夜景が見えて、いいねって感じですかじゃあこんな感じでいいですか、うん、いいんじゃないですかなんかここ行きたかったとか、うん、じゃあカジノでかましましょう、うん、勝ってください勝ってください絶対勝ってください、やめてその大丈夫あ、まあ、そこで負けないで絶対勝つそれの気持ちが大事だ確かにひるまないでそんなことくらいでちょっと勝ってくれそんなそ煽らないで煽った上で乗り越えてくれさらにそれを上回る煽らないでくれもちろん勝つ気ではいてもっと煽ってくれぐらいな感じで来てくれもっと俺が絶対に勝つんだから当たり目だろもっと言えと勝つしかねえ当たり目だ勝つんだ任せろ全財産かけようや全財産をかけるつもりで言っているこっちはナイス勝つんだからいい顔してるわ当たり前だカニさんこれ勝つわ多分いい顔してます勝つわマジで任せろいかにカニさんいかに自分の心から信じれるかの戦いこれはフィリウィザードにもの今日のフィリウィザード状態にならないと多分ダメもう絶対にもうどこ行っても今日はもう勝つなんてどんなルールでも俺が勝つフィリウィザード余裕で笑顔だったもんねやっぱりそう笑顔だわ、うん、余裕ですというこの笑顔引きずっちゃうからあの本当にテンパるときはヒクヒクってなるときあるけど今はすごいならないなってないし溢れてます道溢れてます勝てます楽しみだなおはようみんなの意思も重要よこれ勝つというみんなの意思も大丈夫俺はもう 100% 応援ですフィア応援そうでしょいや俺もう負けると思ってないキャニさんのことはぶっちゃけ言って申し訳ないけどマカオの高級ホテル出した100万くらい勝ってもうここをなんとかしてほしい変えてほしい世界をなるほどね変えるしかないな世界を変えるのはキャニさんだけ今ここにいる中でいいとこ詰めさせてくれいいとこでいいんでしょ世界変えてくれ頼む任せろ世界を変えようみんなの今会員さんの肩に日本の未来がかかってるちなみに俺もやるとしたらまず金を下ろすとっから始まります私はでもぶっちゃけ向こうで下ろせるんじゃないの多分手耳を伸ばすとりあえずまずは含み耳これ勝つ気満々の顔マカウこれ俺下ろしてることになってますよこれは揺れますよ中のマスク必須全員やりましたすげえ